シフォンケーキデコレーション後のシフォンケーキシフォンケーキはスポンジケーキの一種。1927年にアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスの1階の保険愛好院で料理愛好家ハリー・ベーカーによって卵白の実を用いて作るエンジェルフードケーキをもとに考案され、食感が絹織物のシフォンのように軽いことから名付けられた。 ベーカーの資本ケーキはハリウッドの芸能人のパーティーやブラウンダービーレストランから注文を受けるほどの人気を博した。ベーカーはレシピを公表しなかったため、その製法は長く謎とされていたが、1947年、自らの恒例などを理由にレシピがゼネラルミルズ社に売却され、長い間の謎とされてきた記事に植物油を加えるということがこの時に明らかにされた。 ゼネラルミルズ社が1950年に出版したレシピにはベーキングパウダーが入っていたが多量のよく泡立てた卵白が膨張剤として十分に作用するため牡蠣のようにベーキングパウダーを省略したレシピも多い発表後アメリカでは爆発的なブームとなったがそのピークは10年ほどだったシフォンケーキ型を用いて中央に穴が開いた形に焼き上げるのが特徴 この方はもともとアメリカ発祥の歌詞の一つでシフォンケーキ発想のもとになったとも言われている。日本にシフォンケーキを広めたのは岩田雄二である。高校時代に留学先のカリフォルニアでホームメイドのシフォンケーキに感動しそのレシピを習得、その後試行錯誤を繰り返し、1976年にオリジナルのレシピを完成させた。フレーバーの出店以降、日本中に普及し、 現在ではアメリカ本国よりも日本で最も一般的な洋菓子の一つになっている。チョコレートシフォンケーキココアパウダーは小麦粉と一緒にふるっておく。卵黄に砂糖を加えたものを湯煎しながらかき混ぜ、サラダ油をなじませながら入れ、水を入れる。そして小麦粉と一つまみの食塩を加え、粘り気が出ない程度にまんべんなく混ぜる。別のボールで卵白に砂糖を、 少量入れて角が立つまで泡立て、先に用意した卵黄生地に3分の1ずつ分け泡が消えないように、しながらまんべんなく混ぜ、専用の型に入れる。160摂氏180度で約40分間、焼き上げる。焼き上がったら型を逆さにして、ワインボトルなどに中央の穴を差し込み、常温になるまで置いておく、ケーキ用ナイフ、またはスパチュラ等を使いゆっくりと型から取り外す。 ありがとうございます。